今日のマーティー君。マーティー。お腹見せちゃったまた。はい、じゃあマティか、マティか、じゃあマティか、マティ、マティか。じゃあ今日の本編行きましょうか。はい、マティ君、じゃあ今日の本編行きましょう。ミティ君もね。はい、こんにちは、マヤチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。デュエルマスター DM 新四段誕生、マスターデュエルス無月の魔王です。はい、こちらですね、2018年1月27日発売のね、うん、あのデュエルマスター DM 新四段の2回目になるよね。そうだね、うん、で今回も開封対決やっていきましょう。はい、はい、こんな感じですね、うん、でパッケージこんな感じですね、うん、これがジョーで、これがデスザル、うん、ね、はい、じゃあ15パックずつ分けましたね。こっちがエイシン君で、こっちは私です、うん、で今回もスーパーレア以上、うん、の枚数が多い方が勝ちにしましょうか。はい、はい、じゃあゴー。では記念すべき1パック目、ハヤテのサバト、ダーマグリページ来た新カード。お、マフィーキャングのやつね。魔道具ハズレポンの助だまあまた次だもん。当たりポンの助、スーパーレアシークレット、やったね。よかったの、やった、いきなり、いきなり、うん、やったよかったね。狂気82号スタッフ。では私の1パック目、シシュイリンパ、花火師花子、ダーマグリページまた魔道具だ。そうだね。夜の周期ランプ、ソイルピンプキャベッジ。2パック目、ペーパイロット、蓄積するものアルコース、夜の戦士軍シャイン、夜のジャッジチュリス、ドルガンチュリス。で私の2パック目、ボントプラントボ、ニューイヤースターターブルドッグ。うっ、ああ、ちょっとな、ドラゴンちょっと待って、これってジョーが書いた。そうだね、シークレットじゃん。マスターやった。嘘でしょよかったね。でも、うん、A ちゃん的にはよかったね、うん、ロロカゲティ、夜の周期ランプ。3パック目、ハズレポンの助、怪獣ヒラーガ、竜装艦スペルエビート、ベリリアだ、うん、音石トルコイ、ウィザードチャージャー。で私の3パック目、ハヤテのサバト、ダーマグリギャン、ルネッザーンズ、ベリリアだね、うん、ドクターディアール、狂気82号スタッフ。4パック目、ハズレポンの助、蓄積された魔力の渦、狂気07号ジャバランガ。お、スーパーレア、スーパーレア来た。おお、マフィーギャングね。ザ・ワンタンメンチャージャー、夜の南国別荘クジハウス。で私の4パック目、ダーマ・ドゥグラス、蓄積された魔力の渦、夜の南国別荘クジハウス、夜の集積ランプ、ダーマ・ドゥポイズ。5パック目、マインドディセット、奇跡ライムスティー、デデカブラ、ダーマ・ドゥシーサ、激髄スパイナー。私の5パック目、破砕作、ホップチュリス、怪獣魔獣ガイ、剣山の裁き。お、うん、新しいサバキ、ドルガンチュリス。6パック目、シムーズス、トロワチャージャー、ラッシュチュリス、ディブロッコタンク、ドラゴンズサイン。で私の5パック目、奇跡ルービック、破砕作、ダーマ・ドゥシーザ、夜のコッツナ、目玉ボッチャンズ。7パック目、ダーマ・グリペイジ、奇跡ルービック、夜のジャッジチュリス、マイケル・ギャンドル、奇跡ミッター・ラシオ。私の7パック目、ニューイヤースターターブルドッグ、トロワチャージャー、デデカブラ、怪獣魔獣ガイ、パクチーター。8パック目、デデカブラ、ダーマ・ドゥグラス、蓄積された魔力の渦、絶海の故障、ティガウォーク。あ、スーパーレアだ、スーパーレア、やったね。ウィザードチャージャー。私の8パック目、ペーパイロット、トロワチャージャー、怪獣ホタテ、おお、デスザーク。あ、デスザークじゃないの、デスザークなの。そう、シークレットではないね、うん、おー、やったー。そして夜のコッツナ。9パック目、蓄積された魔力の渦、
ハズレポンの助多いな。狂気82号スタッフ音石トルコイダグランバザール私の8パックね。蓄積するものアルコウスダーマドゥグラス奇跡ライムスティリブロッコタンクダーマドゥポイズ10パック目ボントプラントボニューイヤースターターブルドッグハサイザクチュチュチュマキシマム。お、あ、ベリーディアン。でもチュチュチュマキシマム来た。よかったね。夢のジョースター。では私の10パック目ダーマグリギャンデデカブラ蓄積された魔力の渦夜のコッツナ神々の逆流10パック目ダーマグリギャンデデカブラ混合のサバトベリーディアン、うん、ダーマドゥシーザ夜の静止銀シャイン私の11パック目怪獣ヒラーガダーマドゥグラス怪獣ホタテ怪獣魔獣ガイ目玉ボッチャンズ12パック目マインドディセット怪獣ホタテ竜巣艦スペルエビートベリリアだね、うん、ザ・ワンタンメンチャージャーギブロッコタンクでは私の12パック目ホップチュリストロワチャージャー花火師花子ウィザードチャージャーぐんぐんマグネットマン13パック目ペーパイロット奇跡ライムスティー花火師花子タマタンゴパンサーベリリアだね、うん、かわいい夢のジョースターで私の13パック目ハヤテのサバトシムーズス奇跡ライムスティーダーマドゥシーザーうなる鉄腕キリガザミ14パック目シムーズス蓄積するものアルコース剣山の裁きマイケル・ギャンドル神々の逆流私の14パック目ニューイヤースターターブルドッグマインドリセット夜の南国ベストクジハウス夜のジャッジチュリス狂気73号バチチ15パック目ダーマグリギャンホップチュリスダーマボガイガベリリアああラッシュチュリスルロカゲティはいじゃあ最後の15パック目シシュイリンパペーパイロット怪獣ヒラーガ夜のコッツナデッドヒートメガマックス以上でございました。はい、はい、では出たスーパーレア以上のカード見ていきましょうか、はい、まずは絶海の故障ディガウォックだね、うん、コスト7のパワー6000ですね。このクリーチャーの召喚コストをこのターン自分が引いたカード1枚につき1少なくしても良い。ただしコストは0以下にはならないね。ブロッカーのダブルブレーカーこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時カードを3枚まで引くんだって。おはい続いてアタリポンの助だね。これシークレットだったね、うん、ジョーカーで、コスト6のパワー6000ダブルブレーカーこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時アタリポンの助以外のクリーチャーのカード名を1つ選ぶ。選んだ名前を持つクリーチャーの能力を全て無視する。そうなんだ。これハズレポンの助っていうカードと合わせると、うん、これハズレポンの助、うん、このクリーチャーはシールドブレイクできないの。うん、で自分はシールドトリガー能力を使えないでこのカードは4枚より多くデッキに入れることができるんだ。そう何それだからこの能力を全部無視してアタックできるしシールドトリガーも使えるってこと。ああそういうことね、うん、じゃあこれは1枚だと何の意味もないけどこの子が出てきたらすごいいいんだ。そうはあなるほどね。続いて狂気07号ジャバランガだね、うん、マフィギャングデーモンコマンドです。コスト7のパワー6000ダブルブレーカーこのクリーチャーまたは自分の他のクリーチャーが破壊された時それよりコストが1だけ大きい闇のクリーチャーを1体自分の墓地からバトルゾーンに出しても良いんだって。かっこいいカードだねこれね、うん、はい続いてジョットガンジョラゴンだね、うん、ジョーカーズドラゴンだね、はいこれシークレットでした、うん、コスト9のパワー12000バトルゾーンに自分のジョーカーズが6体以上あればこのクリーチャーのコストは1になる。スピードアタッカートリプルブレーカーこのクリーチャーがバトルゾーンで出た時自分の矢肌の上から2枚を表向きにして手札に加えるそれらのコストの合計以下になるようにバトルゾーンにある相手のカードを好きな枚数選ぶ相手はそれを好きな順序で自分の矢肌の一番下に置くんだって。うんやばいね。6体以上ジョーカーズがいればいいんだよね。そうってことはこのハズレポンの助がいっぱい出てると1で出せるんだ。そうクイーン。はい続いてデ・スザークだね。マスタードルスザークマフィギャングです、うん、コスト8のパワー9000
無月の門ってのがあるね。自分の魔道具をバトルゾーンに出した時、自分の魔道具をバトルゾーンと墓地から2つずつ選び、このクリーチャーを自分の手札または墓地からそれら4枚の上にコストを支払わずに召喚してもらう。ダブルブレーカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体破壊する。このクリーチャーの下に4枚以上カードがあれば、相手のクリーチャーはタップしてバトルゾーンに出るの。なるほどね、こういうのね、魔道具ね、はいはいはい、うん、こういうのね。はい、ということでスーパーレア以上、私は2枚でした。あやしんくんは3枚。パパが2枚とマスター出したのに、うん、勝負には負けるっていう、ということでパパが罰ゲームです。イエーイ。はい、じゃあ今回もですね、このルーレットでいきたいなと思います。うん、サルミヤッキ前入れてたんだけど、うん、サルミヤッキね、お打物になりました。はい、溶けちゃったっていうか、ドロドロになっちゃって食べられなくなったので、全部くっついちゃったからね。そう、なので、外しました。はい、ただし、激辛チップを入れましたんで、こうやってやっていきたいなと思います。じゃあ、パパ押すね。うん、これを一回押すと勝手に止まります。せーの、ゴー！ドン！何が出るかな？頼む。何が出る？激辛チップ！マジかよ！やったー！はい、ということで、激辛チップね、これね。うん、超辛かったやつ。また食べることになるとは思わなかったよ。前やってね、何枚食せばよろしいですか？何枚？2枚。一気に、じゃあ一気にいくよ。うん、いただきます。どんくりじゃ。はい、ということで今回は DM 新四段誕生マスタードルスダク無月の魔王でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そして今日のおすすめ動画がこの辺に出てますので、ぜひチェックしてみてください。うん、それとチャンネル登録はこちらからよろしくね。ということで今回以上でございます。バイバーイ。本当に辛い。